これが青春だ、はい、懐かしい曲が流れておりますが、これ歌ってるのは布施明です。そうなんですよ、はい、そしてテーマとしてはこういうこと、 ED さん私古いですかね、 NHK のたけし君はいのお父さんかなということで、林隆三さんが亡くなったという訃報が届きました。動物奇想天ぷらさんもたけし君はいで、ビートたけしさんのお父さん役印象深く残っておりますということです。この作品で言うならば、美濃尾張さんはハングマンなどにも印象残ってます ね、はい、そうですね。シャータイさんからも、それからこちらは、47歳のカフェスタッフさんという方かな、はい、この方もやっぱりそういうことでありました、そしてハマグリ顧問の編集者さんは林隆三さん亡くなりました。林さんといえば秋吉久美子さんの兄役で映画に出演した妹という作品が印象に残ってます。私はこの映画を秋吉久美子さんのヌード目当てで見に行ったんですが、いろんな目当てがある、ね、まんまとね、はい、制作者もそういう意図があるからね、うん、きっとこれでね連れてくる人おるよということで、そしたらこの人釣られてましたですね、はい、見に行ったんですが、その中で風呂から上がった秋吉久美子さんが上半身裸で髪の毛を乾かし始めた横で、そちらを見るわけにいかず気まずそうに妹役の秋吉さんと会話をしていた林さんの姿が印象に残っています、もちろんハングマンとか他のドラマも見ておりましたがね、70歳はちょっと 若いんじゃないですかっていうことですね、はい、豊橋の友ちゃんも、お荷物小荷物というね、中山千夏さんらと出演されておりましたという、そういう作品もということですかね、はい、中山千夏さん A さんの話を聞いてるとちょくちょくまた話題に出てきます。天才子役と言われましたですよね、はい、それから志風山志風子さんです。渋みのある声で朗読劇やドキュメンタリー番組のナレーション、歌手としてコンサートにも言った、すごい才能の持ち主だったんですね。だんだん知ってる方々があちらに行ってしまって寂しいです。だんだん家の90になる父の思いが分かる年になりました、うん、周りに友人がいなくなり私たち以上に寂しく感じているというその父の気持ち、はい、ああ寂しい寂しいと言ってたけど、今まで実感湧かなかったけど、これだけ私たちが青春時代いろいろ見た、ああ聞いた、接したという、そういうタレントさんがはっはっとまた一人一人いなくなっていくと、あ、親父さんのね、90歳のお父さんの気持ちはこういうことかな、うん、ということですかね、はい、それからこちら浦部こそこそさやかさんです。僕が初めて林さんを見たのは噂の刑事トミーと松、あの厳しい表情と低音の声に引き込まれましたね、大人になったらこんな声になりたいと子供の頃よく思ったもんでありました。大人になった今はほど遠い声になっておりますという方ですね、そうですか。徳川慶喜の中のあのドラマで松平俊岳の役は圧巻でしたね。本当に思い出に残る役というのはありますよね、はい、和田光雄の声さんかっこよかったなという一言につきます。腰使いサリーちゃんからも、さらにはさらにはこちらの方ですが、ら花の民さんからもいただいております。花の15期生俳優座次々と亡くなりますね、ねえ、うん、ちいさんとか原田芳雄さんとかね、うん、そういった人たちの名前も、ね、うん、まだちょっとこうね、だからね、林さんもそうですけど若いです、うん、まだまだっていう感じなんですけど ね、雷お銀さん、司馬太郎さんの原作のにわか、なにわ遊興伝ね、え明石家万吉を演じたのは良かったですという、ああいう役もこういう役も見事にこなしてましたですね。水戸越前さんからもやはりこの、あ、この方も松平俊岳ね、トミーと松、いろいろこういうふうにね、はい、挙げていただいております。娘さんが吹き替えで登場する韓国 ドラマにはまって、というようなこともあったらしいということです。あ、そうですか、はい、ちょっとまた本当に残念なニュースだったですよね、うん、はい、はい、よいしょ